サンチャゴでキューバ海戦はアメリカ合衆国とスペイン帝国が戦った米西戦争中の1898年7月3日に起きた海戦。スペイン本国から植民地キューバへ開港されたスペイン艦隊がサンチャゴでクーバ港でアメリカ艦隊の封鎖を受け脱出を図ったがアメリカ艦隊に捕捉されて壊滅した。結果キューバ方面においてスペインは 主な海軍力を喪失し、正海権はアメリカ艦隊が握った。海戦後、サンチャ後でキューバやプエルトリコは占領され、戦局はアメリカ優位のまま急戦、後和へ傾いた。スペイン領キューバはアメリカのフロリーダ半島沖という資金に存在し、砂糖の輸出によってアメリカへの経済依存度が高かった。アメリカ側も海上輸送や精製などの砂糖産業のほか、 タバコ、コーヒー、鉱山などキューバへの直接投資や工業製品の輸出で利害関係を深めていた。1894年にアメリカでウィルソン・ゴーマン関税法が成立すると無税であった。砂糖に40%の関税が課せられることになり、キューバでは輸出が激減して経済不安が深刻となり、砂糖業者からは関税を避けるために、 アメリカへの併合を求める声も上がった。この不況に乗じて、キューバでは武装放棄を含む植民地支配からの独立運動が活発化し、運動が全頭に広がるとともに、アメリカ本土へも積極的に独立の大義と支援がアピールされた。スペインでは、国王アルフォンソ13世はまだ少年であり、王太后のマリア・クリスティチーナが殺傷となっていた。 首相の安東に丘伸バス出るカス治療は強行政策を取り、キューバ派遣軍は約16万人に上った。恩賢派のキューバ総督、マルチネス・カンポス元帥は罷免され、代わって1896年1月に派遣されたキューバ総督のウィレル将軍は強制収容を行うなど、独立運動を弾圧した。アメリカのハバナ領事フィッツヒューリーは、 現地では年内に全人口の約1、4にあたる40万人が死亡すると信じられていることを報告しており、実際には約10万人が死亡したとされる。キューバの惨状を伝えるイエロージャーナリズムは、アメリカの世論を煽り、キューバ救援の圧力によって、ウィリアム・マッキンリー大統領が仲介に乗り出した。スペインでは、政変が起き、強硬派が更迭され、折衝。 クリスティーナの意向によって比較的自由主義的傾向のあったプラセデス・サガスタが首相に就任し、1898年2月9日、中米スペイン公使、エンリケ・デュ・ピュイ・デ・ロームがワシントンから本国のカナレ派自由民主党党首宛ての指針でマッキンレー大統領を誹謗していたことがニューヨーク・ジャーナル氏にスクープされた。両国の関係は悪化し、ロームは辞任に追い込まれた。 両国は夕和とじいのため、相互に軍艦がキューバのハバナ港とアメリカのニューヨーク港に派遣されることとなった。しかし、1898年2月15日、キューバのハバナ港を親善訪問していたアメリカ戦艦メイン号が謎の爆ンをし、260名近い死者を出した。この中には、石田乙次郎、大江正吉ら6名の日本人が含まれており、 当時従順によく働くボーイやコックとして重宝されていた日本人は2名だけが生還した。3月28日、事故調査委員会の報告を受けた大統領が外部からの嫌いによるものであるとの報告を連邦議会へ送るとマスコミに煽られた民衆はスペインによる工作であると決めつけ戦争の機運が高まった。一方のスペイン側も15日にカーボベルデから 総合巡洋艦ビスカヤを出港させてニューヨークを訪問させた。1898年4月21日、アメリカ大統領マッキンリーは連邦議会の承認に基づきキューバ独立運動を支援する名目でスペインに対して宣戦布告をした。スペイン側でも財務大臣プッチセルベールが1898年4月26日に 対米戦を前提とした予算案を国会に提出して対応した。キューバ方面のスペイン海軍戦力は、ハバナに、巡洋艦アルフォンソ12世、砲艦インファンタ、イザベル、コンデデベナディ島、マルケスデラエンセナーダ、水雷砲艦ヌエバエスパーニャ、マルケスデモルニスト、カルディニャスに、水雷砲艦、ビンケンテユネス、ビンソン、シエン・フエゴスに、水雷砲艦ガリシア、 サンチャゴデ・キューバに、巡洋艦、レーナ・メルセデス、プエルトリコのサンホアンに、宝艦イザベル2世が所在していたが、アメリカ艦隊の有力艦に対抗できる戦力では、なかった。1898年4月7日、スペインのキューバ総督、エレーナス中将から、アールヒロミ植民地省大臣に、軍艦派遣の催促があり、スペイン海軍大臣、セヒスムンド・ベルメッフォア、 パスクワル・セルベラ提督にポルトガル領カーボベルデ進出を命令した。4月8日、セルベラ提督は大西洋艦隊2隻を率いてカディスを出港。海軍大臣は装甲巡洋艦2隻に加えてプエルトリコへ派遣予定の魚雷艇唱艦隊と石炭船、シウダでカディス号を本国からニューヨークとキューバから帰国中の装甲巡洋艦の ビスカヤとアルミランテオ剣道もセルベラ艦隊に合流させことにした。14日、セルベラ艦隊がカーボベルデのサンビセンテ港に先着。この航海でテレサとコロンの熱効率が悪いことが判明。合流したアリエテとアソールのボイラーが劣化しており、艦隊随伴に失格と判定された。4月15日、アメリカが戦争に備えて、 対応策として5個艦隊の編成を発表した。4月19日、ビスカヤと保健堂がカーボーベルデ諸島のサント・ビンセント港へ入港。長く航海しているビスカヤは船底の整備が必要。20日、プエルトリコ総督、マシアスが植民地諸大臣に救援艦隊の所在を問い合わせ、厳外に応援を迫った。同日、セルベラ艦隊で幹部会議が行われた。 プエルトリコ行きは、艦隊の滅亡を意味し、カナリア諸島に艦隊を集めて防備する案で一致し、海軍大臣へ愚心した。異例ながら、セルベラの副官にして、テレサ艦長のコンカスも、海軍大臣に直接愚心を行った。また、駆逐隊シリエのビジャーアミル大佐も探した首相宛に、出撃の伊賀を検索したが、政府の実力者で前植民地省大臣の PS 漏れによって握りつぶされた。 ラサガ艦長も野党保守党のフランシスコ・シルベラ党首に急訴し、サガスタ首相に訓令の撤回を上進してもらったが不守備に終わった。さらにセルベラからの愚信は21日22日と連続して上進された。この意見愚信は各省をたらい回しにされてしまった。21日、アメリカが最後通帳を送り、海軍にキューバ封鎖を命令した。来た。 大西洋艦隊サンプソンはキーウエストを出港してハバナの封鎖に向かった。22日、封鎖を受けたキューバ総督はスペイン艦隊の派遣をコレレア陸軍大臣に要請した。23日にはキューバ島西部北海岸のマタンサス、カルデナス、マリエル、カバーニャス等が封鎖された。23日、アメリカがスペインに宣戦線布告を行った。十五日、 マッキンレー大統領は23日の対スペイン戦線復刻の承認を議会に求め即日承認された。27日には南海岸の支援フエゴスも封鎖した。スペイン側のセルベラ艦隊では21日と22日に海軍大臣よりプエルトリコの防衛を命令されており、準備に入り、29日にカーボベールデのサントビンセント港を出港して大西洋を渡った。 しかし執行までに戦線布告があったことはセルベラ艦隊に通知されなかった。フィリピン方面では5月1日にマニラ案海戦が行われスペインアジア艦隊の海軍戦力が壊滅した。本国ではベルメゾッフ海軍大臣が責任を取らされて後に更迭された。しかしこの情報もタイムリーにはセルベラ艦隊には伝わらなかった。フィリピン増援のために スペイン本国では新たにカマラ少将の指揮する艦隊を編成し、6月末にエジプトのポートサイド機7月初めに航海まで進んだが、後日のサンチャゴデキューバ海戦の敗北により8日に、スペイン政府から本国へ帰還の命令を受けて、カタルヘナ目指して地中海を引き返した。このカマラ艦隊を攻撃するため、アメリカでは、 ワトソン大将指揮の東方艦隊が編成されつつあった。もともとジョンシー・ワトソン大将はキューバ北岸の封鎖艦隊を率いており、主力艦がサンチャゴ封鎖に使われていたため、巡洋艦ニューアーク、モンゴメリー、マーブルヘッド、その他の小艦艇で構成された。このほか、サンチャゴ沖以外では巡洋艦コロンビア、ミネアポリス、サンフランシスコが 大西洋東北海岸の警備に当たっていた。セルベラ艦体操工巡洋艦4隻特築艦3隻の構成であり、大西洋を精神して5月11日にフランス領マルティニーク島のフォールドフランス近海へ達した。テルロール、フロールの2隻を偵察に出し、翌13日、フォールドフランスに入港させて、機関部長の駆逐艦テロールを分離した。この前日の12日には、 アメリカのサンプソン艦隊が、プエルトリコのサンフアンを艦砲射撃するなど、迎撃態勢を整える中、セルベラ艦隊はさらに南進して14日に、ベネズエラ北方沖のオランダ領キュラソー島に入港した。一方のサムソン艦隊は、ハイチ島北岸のポルトをフランスに集合。15日夜に、セルベラ艦隊は出港して、北上、18日夜に、ジャマイカ東端のモーラント、 岬崎沖通過した。サムソン艦隊は、キーウェスト基地で司令艦隊と合流した。セルベラ艦隊では、カリブ海に入ったものの主要港のハバナと支援フエゴスが封鎖され、プエルトリコ方面も砲撃を受けて、危険と判断されたため、緊急的に5月19日夜明けに、キューバのサンチャゴデキューバ港に到着した。この2時間前まで、仮想巡洋艦セントルイスが、 海底ケーブルの切断作業をしていたが入港を発見されることはなく待ち構えていたアメリカ艦隊はセルベラ艦隊の補足に失敗した。こうしてセルベラ艦隊の開港は所要42日の航海を要して成功した。セルベラ帝督はサンチャゴでキューバへの到着をハバナ所在のキューバ総督ブランコと海軍交渉司令官マンテローラ 本国のアウニョン海軍大臣等の関係各所に連絡した。キューバ方面のアメリカ艦隊はサンプソン提督の北大西洋艦隊とーテ提督の遊撃艦隊に有力艦を集めてスペインに対抗していた。スペインが本国からキューバへ艦隊を開港したようにアメリカ側も太平洋側にいた唯一の戦艦オレゴンをキューバ方面へ開港させて 戦力の集結を図った。3月19日にオレゴンはサンフランシスコを出港させ、4月4日ペリューのカリャオに入港、7日に出港して17日には南アメリカ大陸最南端のフロワード岬を回ってパタゴニアのプンターレナス港に到着、30日にリオデジャネイロに入港、開港時期が重なったために工作を恐れて、 スペイン艦隊の動向を見定めてから5月4日にリオデジャネイロを出港し、8日バイヤ入港、翌9日出港。18日にエーリバーベードスに入港、翌日に出港。24日夜半フロリダ州ジュピターイリエに到着。26日キーウエスト入港。68日間の開港を終えた。アメリカでは スペイン艦隊を過大評価しており、交渉地で快速の走行巡洋艦4隻を機関としているスペインのセルベラ艦隊に対し、戦艦オレゴンが合流するまでは、アルフレッド・セイヤーマハン反対支えも、両国艦隊の戦力は互角であると認識していた。アメリカでは、指揮系統の統一化を図り、サンプトン提督の指揮下に、主霊提督を配置した。アメリカ艦隊は25日以降、 サンチャゴデキューバ港を近接封鎖することとなった。サンチャゴ港の封鎖劣勢なセルベラ艦隊では陸上要塞からの催促もあって出撃が何度か検討されたが天候などの理由で脱出の時期を得ることが仲いうちについにアメリカ海軍のサンプソン少将の艦隊はサンチャゴデキューバ港を封鎖した。湾港を中心に近接封鎖船を敷くアメリカ艦隊は 5月31日、6月6日、12日、16日と高校要塞へ漢方射撃を送った。サンプソン少将は、故障気味の急短線メリマック号が333フィートの長さを持っており、高校幅350フィートの閉塞に適していると着目した。機関ニューヨークに在籍していた38歳のホブソン公平注意が指揮官となり6月3日、 不通にメリマック号による航行の閉塞作戦が実施された。閉塞戦の突入に当初セルベラ艦隊では攻撃を行い撃沈の戦果を報告したが、後にワンコを塞ぐ目的の自沈と判明した。メリマック号は航行に対して直角に自沈する計画であったが、スペイン側の攻撃により角度が得られず、閉塞は失敗した。6月22日。 アメリカ陸軍の第5軍団がサンチャゴの東側に上陸し陸側からの圧迫をはじめ海軍もグアンタナモ港を占領して港の封鎖をさらに厳しくした。セルベラ艦隊にはキューバ総督ラモンブランコイエレーナス中将やサンチャンゴ州総督アンセニオリナーレスポンボ中将からの出航の催促が繰り返された。陸上から 要塞の攻撃を企画するアメリカ陸軍は7月1日に、米軍はエルカネート3保安へ攻撃を行い苦戦ながらも、両地点を確保し、芝はこのうち3保安の攻防戦を観戦した。スペイン側では、サンチャゴ司令官のリナーレス中将を含む、将官2人、左官10人が戦死し、将校48人、兵士533人が死傷した。米軍は苦戦しつつも、 攻撃地点を確保したが、エルカネー方面で900人、サンホワン方面で450人、その他で300人の、計1700人ほどの死傷者を出した。アメリカ陸軍が領地を確保したが、犠牲が大きく前進を止めた。この戦いには、スペイン艦隊からも1000人の陸戦隊をエルカネーに派遣して応戦しており、指揮官のブスタメンテ参謀長が重傷を負い、 後に戦勝が原因で没死している。陸軍のリナーレス中将もこの戦いで両足を撃たれ、抗争中に戦死した。7月3日の夜には孤立していると見られた、サンチャゴデキューバに、マンサニ領に駐屯していたスペイン北虜砲。混成兵団が6月22日からの強行軍で、険しい山道をど破。ビスカヤ防戦に当たるスペイン側では、陸戦の見通しは立たなかったが、この間に、 艦隊は、キューバ総督の指揮系統に加えられ、本国及びキューバ総督からの出撃が命令された。セルベラ帝督は4隻の総甲巡洋艦と2隻の駆逐艦を率いて、脱出を迫られた。脱出計画として、スペイン艦隊は戦力に劣るが、比較的有足であるため、アメリカ側有足艦のニューヨークとブルックリンのうち1隻以上が、不在の時に脱出を行い、 機関のマリア・テレジアが、昇格攻撃を含めて、敵を引き受けている間に、マリア・テレジアと陸地の間を、他の艦が進み、ハバナ、または、支援フエゴスへ脱出するというものであった。7月2日、16時に、艦隊は夕闇を利用して脱出する予定だったが、陸戦に転用された、艦隊海兵の収容に手間取ってしまい、実際の出撃は3日朝となった。 スペイン艦隊は旧艦船メリマックによる閉塞の影響もあって一列での出航に手間取ってしまい航行通過順は下記の通りとなった。封鎖を続けていたアメリカ艦隊ではサンプトン提督が座上していた機関のニューヨークが陸軍のシャフター将軍との交渉のために紹海船を離脱中で他に陸軍支援のためにシボネ根沖に巡洋艦ハーバード 軍装戦セグランサが降り、戦艦マサチューセッツ、巡洋艦ニューアーク、ニューオーリンズ、砲艦スワニーが球団のために占領した、グアンタナモ港に離脱していた。海戦時に近接封鎖を続けていた、有力艦は、下記の通りだった。戦闘艦のマリア・テレジアは9時30分頃から、アメリカ艦隊と砲撃戦を開始し、他艦を逃がすために中央を進んで、 大口径砲弾を含む集中砲火を浴びた他に5.5インチ砲が頭発を起こり弾薬にも引火して火災が広がった。コンカス艦長は重傷を負い、代わって直接指揮を取ったセルベラ提督は10時30分頃には艦を折り行くに座礁させていることを命じた。やや外洋寄りを進んだ2番艦のビスカヤと海岸近くを航行した3番艦のコロンの2隻はマリア・テレジアが 犠牲になっている間に一時制砲に脱出した。しかし4番艦の、お剣道特築艦2隻は港を出た途端に、アメリカ封鎖艦隊の攻撃を受けた。お剣道は、テキサスに命中弾を与えたが10時30分頃には、陸地に衝突して2つに割れて沈没した。脱出した2艦を追ったのは、ブルックリン、テキサス、オレゴンの3隻であった。ブルックリンは11時前に、 ビスカヤを捕捉し始めれに、ビスカヤの砲弾が命中しなかったのに対し、正射砲による命中弾を多数与え、続いて砲撃に加わったオレゴンの砲弾がビスカヤの魚雷に命中して11時15分頃にビスカヤは大爆発を起こして沈没した。残ったコロンは12時30分頃に速力が低下し、45分頃にブルックリンとオレゴンが砲撃を始めた。 抵抗を諦めた頃には戦闘機を下ろして陸地に進路を取り自沈した。スペイン艦隊は自沈も含めて全艦がアメリカ海軍に捕捉されて沈没した。アメリカ側の損害は戦死者1人、負傷者10人に対し、スペイン側では戦死者323人、負傷者151人、将校70人を含む1600人が捕虜となった。セルベラ帝督も捕虜となり、 マリア・テレサ艦長コンカスは、重傷、ビスカヤ艦長エウラテも負傷して、捕虜、駆逐艦魚雷艇い召艦隊隊長、フェルナンド・ビジャー・ミルは戦士、セルベラ帝徳の子、ドン・アンヘル・セルベラ隊員も、捕虜となった。ビスカヤの爆発スペイン巡洋艦、レーナ・メルセデスの自沈による、逆閉塞海軍力を失った、スペイン側は、 アメリカ艦隊の港内突入を防ぐために7月4日夜から5日未明にかけて残っていた巡洋艦レーナ・メルセデスを高校へ進ませて自沈させた。封鎖を続けていたアメリカ艦隊ではこれを戦艦テキサス、マサチューセッツが砲撃し、自沈は東側に寄りすぎてしまい、閉塞は不完全に終わった。陸軍の首相リナーレス中将の負傷のために代わって、 要塞の指揮をとっていたホセ・トラール少将は、戦局の悪化が決定的となった、開戦後からアメリカ陸軍の急戦交渉士と協議を開始した。陸戦支援のため、アメリカ海軍は7月1日にアグワドーレスを砲撃、2日にモロウトリデを砲撃した。7月1日の激戦によって攻撃を絞っていたアメリカ陸軍のシェイファー少将も政府からの催促を受けて、 総攻撃の予定日を14日に設定したが、総攻撃が始まる前に、サンチャゴのスペイン防衛隊1万2二千人は武器を捨てて降伏し、アメリカ政府の負担で本国へ帰国されることとなった。休戦は3日から8日まで続き、13日と14日には、現地入りした陸軍総督マイルズ少将の下で、スペイン陸軍のホセトラール少将が交渉を行って15日に、 幸福の仮調印が行われた。17日には入場式が取り行われた。サンチャゴでキューバの陥落後にマイルズ少将自身が司令官となってプエルトリコ攻略軍を指揮した。プエルトリコ主婦は北岸のサンホアン港にあり、7、8000のスペイン軍が守備していたが、7月27日にアメリカ軍はプエルトリコ南岸のポンセ港を占領した。マスコミはこの プエルトリコの戦闘をマイルズ将軍の月夜の散歩と評した。8月12日、ワシントンで米西和平の議定書が調印。キューバ独立の承認、プエルトリコの米国への割譲、フィリピン問題は正式の平和会議で取り決める。などの調整がなされた。9月21日、捕虜となったセルベラ帝督等の捕虜がスペイン北部のサンタンデールに帰国した。 アメリカ海軍は感染者の派遣を許可し、各国の武漢11人、マスコミ関係者55人、その他随員を含めて100人が、フロリダ半島タンパ港より出港した、運送船セグランサに乗り込んで現地に向かった。この中には、日本海軍の秋山正幸がおり、海戦後は運送船セネカに乗り換えて、戦争を観戦した。海戦後に全滅したスペイン艦の現地調査を、 行った秋山は砲弾による被害はわずかであり、搭載した可燃物への引火と弾薬庫への炎症による爆発が被害を大きくしていることを明らかにした。感染の結果は在米国海軍大位、秋山正幸、三茶五塾場の役として日本海軍に報告され、この戦訓報告が後の日露戦争に生かされた。陸上戦争へも感染武官が派遣されていた。 アメリカ陸軍第5軍団への観戦部間の従軍では、先人は、ロシアのイエルモロフ陸軍大佐、イギリスのアーサー・エイチリー陸軍大尉、スウェーデンのウェステル大尉、ノルウェーのアビルゴール大尉、ドイツのグスタフ・アドルフ・ホンゲツェン白尺大佐、そして、トルコの陸軍将官1名とフランスのクレマンド、グランプレ少佐が後発で参加した。他に、 ドイツのホンレボイル・パシュビッツ海軍隊員と、オーストリア・ハンガリーのロドラー海軍隊員も参加した。外国武官一人について、乗馬一頭、電気六名、テント一丁と食事が支給される予定だった。しかし、アメリカ陸軍では、苦戦が続いており、従軍した各国の幹線武官は、待遇が悪く、ロシアのイエルモロフ大佐、フランスのグランプレ少佐は、従軍初期に、 ワシントンへ帰還してしまった。最後まで残ったのは、イギリスのリー大尉スウェーデンのウェステル大尉日本の芝五郎少佐であった。ありがとうございます。